鍵はやっぱり最近出てきた清宮の活躍があればより今までより層が厚くなってくると思います。これからシーズン終盤にかけて大事になってくるのは先発ピッチャーがやっぱもう少し出てこないとチーム全体で戦っていく上ではちょっとまだ不安要素があるので怖いのはでもやっぱりオリックスの方かなと。まずはあの日本ハムからお話伺えればと思うんですけども、はい、オールスターで結構日本ハム話題がさらったかなというところもあったかなとは思うんですが、荒木さんこうにあのオールスターとかってどのよりご覧になってらっしゃいましたか？いや、あの若い選手たちが本当に多くのことが経験できてまた一つ上のステージに行けるんじゃないかなと思います。なんかこうスタメンでも本当に、まあ、日本ハムそれから元所属の選手とかっていうところを含めてこう日本ハムがジャックしたような球場も含めて、うん、お話題になったりとかっていう部分もあったりはしましたけど、荒木さんもまあオールスターご経験されてるとは思うんですが、オールスターのこう雰囲気というかそういったところって普段とこうどういった違いがあったりとかしましたか？まあ、やっぱり周りを見ればもう本当に一流選手だったので、まあ、そういう選手たちとこう、まあ、野球の話ができなくても技術の話ができなくても同じ空間にいられるだけで自分のこうなんかこう成長を促してくれる、そんな感じがあるかなので、そういう意味では特に日本ハムの若い選手たちなんかはそういう、こう同じベンチにいられたことで、また特にキャッチャータミヤなんかはあの他のチームの選手というのボールを受けることができたりとか、で当然受けるためにはコミュニケーションを取らなければいけないというのがあったので、そういういろんな話ができたと思うので、そういうのはすごく大きな経験になったんじゃないかな。まあ、あとこう今年のオールスターでいうとすごいこう乱打戦になったっていうのが印象的だったかなと思うんですけど、全部が全部見てるわけじゃないですけど、まあ、ある意味もう少しこう抑える姿もピッチャー側からすれば抑えるところも見たかったかな。まあ、でもお客さんたちはね、ああやってこう打撃戦っていうのはもう本当にこう盛り上がれるでしょう。ファンの方たちにとっては非常にこう楽しめたオールスターになったと思いますけど、ピッチャー出身者からするとちょっとこう寂しいオールスターになってきたかなというのもあります。もう少しこう抑えるところはしっかりこう締めてもらえたかったなと。ちょっと脱線してしまったんですが、まあ、日本ハムに関して言うとオールスター前ちょっと5位に沈んでしまうようなケースもありましたけど、まあ、今3位っていうところで、まあ、A クラスっていうところをキープしている状態ではあるかなとは思うんですけど、ここのところの状態っていうのはどのようにご覧になってらっしゃいますか？まあ、まずはオールスター前に連勝してこうオールスターブレイクに入る、すごく気分的にも良かったと思うんですよね。それで後半のスタートをね、状態の上がってきてないセーブライオンズの試合だった、まあ、1勝1敗だったんですけども、まあ、いい形でこう後半戦っていうのを迎えられてると思うので、状態とすればすごくこういい感じで、突入できたんじゃないかなと思いますね。まあ、あとこう散々こう注目選手として名前を挙げていただいている清宮選手っていうところがすごく状態上がってきたのかなっていうところもあるんですが、この辺りはやっとですね、まあ、なかなかね、結果が出なくて結構焦りはあったと思うんだけれども、まあ、やっとなんかこう落ち着いてプレーができ始めたのかなっていう姿が見られました。まあ、ちょっと雑念しますが、後輩もあの夏の甲子園決まりましたしね。ああ、そうですね。だから、ああいうものっていうのはこうやっぱり自分を奮い立たせるいいニュースだと思うので、ね、だからこれから、ね、甲子園の大会が始まる時期に合わせて気温もチームもどんどん状態を上げていってもらいたい。逆にこうタミヤ選手がちょっと状態下がってきてしまったのかなというところも、まあ、成績だけでいうと上げられる部分かなとは思うんですが、このあたりに関していかがでしょうか？まあ、一シーズンね3割以上こうずっとキープしていくって、まあ、実績のある選手でもなかなか難しいこと、そういう意味ではあのタミヤにとってはこう今は本当にこういろんなことを考えて吸収していく時期なんだなというふうに思いますね。それは頭もそうだし体の方の疲れというものも自分と向き合ってね、どうやってこういう時にキープしていく、維持していく、そういうこう突破していくということをこう今学んでる時期じゃないかなと思いますけど、こう打線の部分でいうと今後こう A クラスに向けてでいうとどういった選手がこう鍵になってきそうとかっていうのあったりしますかね？鍵はやっぱり最近出てきた清宮の活躍があればより今までより、こう層が厚くなってくると思いますので、万波もそうだし、今ね郡司君なんかも非常にこういい働きしてるんで、その辺なんかのこう競争っていうのがもうシーズン終わるまで終わるまで競争が終わらないと非常にこうファイターズらしい戦い方がずっとこう続いていくと思うんで、だからそれが非常にこう頼もしくなってくるんじゃないかなと思います。まあ、このままこうチーム内の切磋琢磨みたいな状況が続いていけば、うん、十分 A クラスというところは見えてくるんじゃないかと。そうですね、はい、
まあ、あと投手陣に関して言うと、今日も登板しますけど、金村投手が7月に入って3戦3勝とこうすごい状態上がっているのかなとは思うんですが、うん、プロ2年目っていうところでこのピッチングっていうのはどのようにこうご覧になってらっしゃいますか。まあ、もともと制球力もあるし、ボールの切れなんかも非常にあって150キロというね、まっすぐなったピッチャーなんで、ある意味、今のような活躍があっても不思議じゃないぐらいの実力だと思います、ね。だからこの辺もあの先ほどの興味じゃないですけど、こう落ち着いてどっしりとこうマウンドに立っていられるようになったんですね。スタートの時はこうリリーフの方から入ってしまったっていうのもちょっとこうマイナスの要素があったかもしれないけども、もうこれだけ先発が続いているので、先発ローテーションピッチャーとしてどしっとこう構えて、今心境じゃないかなと思います。まあ、先ほどの前田健太投手のお話の時にもあったような、その配置の難しさみたいなところは逆にこう先発に行ってうまくいってるんじゃないかというところですかね、金村投手。まあ、そうですね、まあ、おそらくもともと先発ピッチャーだと思うんだよね。だから、やっとこう自分のポジションというような感じで今やれてるんだろうなと思います。まあ、あと伊藤大海投手も今シーズン2回目のマダックスを達成したりと、まあこう、うん、まあ、チームの柱としてエースのピッチングというところを見せてくれているのかなとは思うんですが、このあたりはいかがですか。ちょっとね、最近、疲れが見え始めてるのかなと思ったところでの完封だったんで、だからそういう意味ではちょっとこう安心したと見てて、ちょっと心配してたので、だからその辺なんか非常にこういい内容を出してくれたっていうのは良かったかなと思います。まあ、ちょっと加藤選手、山崎投手あたりになかなかこう勝ち星がつかないっていうところはあるのかなとは思うんですが、うんうん、このあたりに関してはいかがでしょうか。特に加藤の方はね、4勝かな、でなかなか勝ち星がつかないというのも、いい内容を出してても勝ち星がつかないというのも、本当に今我慢するしかない、そういう時期だと思うんですが、ただちょっと心配なのは、状態が良くてなかなか勝ち星がつかないと、我慢我慢って言ってても、これがもう本当に悪い循環にこう悪循環に入ってしまう、内容が落ちてくるケースがよくあるので、なんとかね、勝ち星を先行できるようになってほしいなと思いますね。まあ、先ほどちょっと野手陣でいうと清宮選手が鍵になってくるんじゃないかみたいなところがありましたが、まあ、投手陣、あの中継ぎも含めてでいいんですけど、ここから A クラスに向けてキーマンになりそうな選手でいうとどういった選手が挙げられますかね。キーマンというのがなかなか難しくて、誰っていうなかなかパッと出てこないんですが、先発の3人っていうのはもうほぼほぼで、金村君が4人はもうまずいい仕事はもうできると思うんですね。で、大事なのはこれからシーズンから終盤にかけて大事になってくるのは、先発ピッチャーがやっぱりもう少し出てこないと、チーム全体で戦っていく上ではちょっと、まだ不安要素があるので、本来この先発ローテにも加わっているであろう、北山投手、彼がちょっとねスタートは良かったんだけど、ちょっと負傷が怪我があってファーム生活になってしまったんですけども、ファームの方にもうだいぶ投げ始めてきているので、これから彼が、まあ、5番手ぐらいで入ってきてくれると、よりこう投手陣の層っていうのが厚くなってくると思うので、そうするとさすがにソフトバンクに追いつくっていうのはね、まだゲーム差がかなりあるので、そんな簡単には言えないんですけど、本当にパ・リーグの台風の目になってくる。じゃあその5番手さえしっかりこう確立できてこれば A クラスというところは十分見えてくるんじゃないかっていうところですかね。まあ、特にこう今でいうと直近楽天オリックスっていうところがこの A クラス争いでいうとライバルになりそうなチームかなとは思うんですが、特にこうどちらのチームとの対戦というか、どちらのチームが上がってきそうだなとかっていう見立てはあったりしますか。まあ、今の状態から言うと、楽天の方がいいのかなと思いますけど、怖いのはでもやっぱりオリックスの方かなと。やっぱり昨年まで勝ち続けてきてるチームなので、まあ、選手たちがやっぱり勝ち方を知ってるという、勝ちに向かっていき方、勝ちへのこう向かいって方というかな、なんかそういうものがこうしっかり理解して野球をできるチームと思うので、ここは本当に怪我人がかなり出てしまって、戦力不十分のまま戦っているのが今の位置だと思うので、こういう選手が少しでもこう戻ってきたときっていうのは、やっぱりチーム力っていうのは高いのはオリックスなのかなというふうに思います。まあ、そういった中でも先ほど挙げていただいた、まあ、清宮選手、それから北山投手というところの活躍があれば十分 A クラスというところは目指せるんじゃないかというところですかね。はい、そうです。